重っ、テーブル重い。トマト入れっからよ、まるまる。じゃあ具材の方ね、紹介していきます。大根、見てー、じゃがいも、じゃがいも、マジホクホクだからね、これ。じゃがいも、玉ねぎのさつま揚げ、こんにゃく。これ玉ねぎさ、火通ってっかな。玉ねぎ丸々入れたんだけど大丈夫だよな。じゃがいもホクホクなんだから大丈夫そうだな。玉ねぎ、ポトフやん。ちくわ、俺いまだにちょっと懐疑的なちくわ部な。正直大根と卵とちくわだけを大量に食いたいけど、具材それぞれだけど美味しくならんのよなって。まあそうだよ、だってだし練り物とか入れないとだしも出ないしさ。ちくわ部はな、俺まだわかんねえ。うまいとは思うけど、うどんでよくないって思っちゃう。卵なんて2個食うから。卵なんて絶対2個食うでしょ。卵、もちきんもあるよ。もちきんもある。ロールキャベツがないんだよなっていう。もちり巾着。あー、あと厚揚げ。ちくわぶうどん全然違うでしょって。あと別に俺戦後とかじゃないけど、水筒思い出さない？あ、帰る。トマトはなんか一回そのおでん屋さんで食った時にトマトめちゃくちゃうまかったんだよね。タコは母ちゃんの分残しとかなきゃいけないから、タコ俺もわざわざ串打ったかんね。なんか取り忘れてる気がするんだけど。あ、ちくわもう一個ぐらいいっとくか。これ足りねえな、これ。全然足りなくないこれじゃん。まあおかわりすっか。大根沈んでんだね。へえ、うまいんだ。味が想像できないって。うまい。まあでも言ったらさ、ポトフみたいなもんだからさ、まずい要素なくない？結構具沢山になったな。はんぺん、締めに麺入れてんなら麺買ってきてねえわ。ご飯は食いてえけど、まあこんぐらいでいいか。よし、あともうちょい食えるね。母ちゃんの分は残、あーやべ、母ちゃんの分は残しとかなきゃいけないんだけど、まだもうちょいおかわりできる。いや、母ちゃんが食いたいって言ったから作ったんだよ。トマト真ん中くり抜いてある。芯取ってある。そんなに時間かかんねえと思うんだよ。火通んのも。残しとく鍋客じゃないって。いや、食いにくい場合？食べにくい場合？おでん、よいしょ。いやー、つか牛すじがだって3本で3キュッパって高くない？声優のおでんコーナーの牛すじ3本で2、じゃあ3本で3キュッパ。いや、さすがに今日、今母ちゃん病院だから火つけたままにしていけないからね。ちょっと台所行くとかではないからさ、よく言われてからで、ね、うちらが火見とくからタコ買いに行っておいでっつって。全然安心できない。まあ大丈夫だろうけど、あの頃広田と一緒に撮った紫のキノコ、育児、広田家の主食ってかメインのおかず、育児。もう、見た目はザ・毒キノコ。食感と味はデカナメコ。目つぶればめっちゃうまいっていう。ゴムパッキン事件な。一番最近、喧嘩したのってそれだわ、TC と。もう、しばらく喧嘩ってもうしなくなったけど。いや、ネットスーパーはもう絶対使わないから。
コウ君お風呂場の水道ちょっと漏れてるからこのパッキン買ってきてっつって、いやいいんだけど、いい行くけどこんなのアマゾンで頼んだらもうすぐだよっつって、したらダメなんだよアマゾンなんてっつって、あんたアマゾンなんて使ってるからあれなんだどうのこうのっつって、騙されるんだよっつって、まあもちろんね、そのフィッシングサイトに誘導されてみたのもあるけど、あるよ実際高齢者を狙ったフィッシングサイト偽装したアマゾンので、かもしんないけど、まあ俺は全然そのインターネット使いこなしてないけど歴だけは長いんですっつって、歴だけは長いんです任せてくださいっつって、それは、それは任せてください、あの有能なシンクタンクも300人ぐらいいるんでゴムパッキンぐらい買えますよっつって、謎の通販嫌いなんな、うちのパッパはガンガン使っとるでって、いやそれはだから結局あれインターネットの恐怖感を植え付けてしまったからなんだよね、そういういかがわしいっていうかさ、そういうなんかカズヤチャンネルのその思想系のやつを一時期すごく見てて、それでもうスパム踏みまくって、で契約してんのはうちの姉ちゃんだから、うちの姉ちゃんのメールアドレスで契約してるから、母ちゃんの使ってる iPad はうちの姉ちゃんのメールアドレスにいかがわしいそういうなんかその詐欺メールみたいなのが死ぬほど届いて、お母さんなんか変なの見てないっつって、まあ、カズヤではないと思うけどな、あれ YouTube だから、でも YouTube もポップアップとか踏んでたんだろうなきっと、YouTube のポップアップだってもういかがわしいサイトめっちゃあるからな、ネットすごい好きな人と本当に使いたくない人でばっかり分かれるよねって、あのね多分楽天かなんかでスマホを買うっていう時になんか結局諦めちゃったんだよね、結局なんかよく分かんなくてなんかその安くなるみたいなさ、まあ俺もこの前ペイペイモール使ってあれだけど、やっぱその踏まなきゃいけない段階多すぎるわ、あれ高齢者とかは諦めちゃうって途中で、なんかいろいろやったら込み込みでポイント還元で実質何千円みたいなさ、いくらやってもカートの金額がその低下だったらしいから、で俺がやるよって言うとダメだとかつ、俺やってあげるから何が欲しくてどういうキャンペーンなのか見せてって言ったらダメだとか、あれは詐欺なんだとか、いつも俺とかですらやっぱあのペイペイモールのやつ紐付けめんどくせえなと思うから、楽天は特に分かりづらいんだ、しかもなんで楽天を選ぶっていう、まずそもそもアマゾンはもう終わった時代をヨドバシよって、でもヨドバシも結局そのヨドバシカメラあるじゃんって、うん、駅前のヨドバシカメラ俺何度か行ったわ、 TC の畑の写真撮りたいからっつってデジカメの SD カード、マイクロ SD じゃなくて SD カードを買いに行く、買ってきてって言われて、でマジで1万2000円渡してくるからね、本当にで、いやいや、まあそのぐらいするのもあるけど、そのパソコン工房でサンディスクの買えば、まあ2000円もう128ギガで1000ちょっとぐらい、1500円ぐらいだよっつって、2000円ぐらいだよっつって、ダメなんだそれはダメなんだとかつって、これじゃないとダメっつって、ダメなんだって、有名な聞いた時あるサンディスクなんて聞いた時ないから、もういいんでないかい、もういいんでないかい、まあ、止めなくてもいいんだけど、うまそう、熱いかな、熱いわ、無理だこれ、うまそう、あーでもなくていいんだけど、でも麺で締めるって感じもなくて、
結局ソーセージとかで食うことになるんだけど飯を、うん、でも食べるね白米。まあ今日は母ちゃんのリクエストだから別にいいです、お金かかってもこのぐらい親孝行しないとね。まあまあまあ大根からっしょ、大根からでしょ。おでんおか言うてまだ母ちゃん致死量ぐらい余ってるからまだ。奈良さんでおでん寄りのポトフおでん。うまそう。まあ大根、卵、ちくわぶで。もっとでかい皿でよくない？もっとでかい皿でよくない？これ。ちまちましてんな。お好みご飯、餃子ご飯、シチューご飯、ここまではわかるけど、おでんご飯だけはないって。まあ今日は量あるしね、おでんもね。お腹いっぱい食える。卵からチェックしてゆけ。にわかの、にわかがおのれって。いただきましょうか。いや、おでんもだからその、あれでしょ？さつま揚げとかさ、ウインナー巻きとかロールキャベツみたいなの、そのご飯のおかず、飯種になりそうな具材があるからでしょ？リュウちゃん見ててっつって渾身のやるからねっつって、まあダチョウ世代だけども、そんな俺はちょっと冷めたぐらいが好きだからな、おでんは。猫舌だからよ。そう、そもそも締めにおじや的なのでもいいよねっていう。マジで分かってはいるんだけど、昨日俺そのタイミングよく飯食っちゃってたのよ。コウ君明日私検査だから朝からもう食べれないの、明日の夜までっつって、おでん食べたいなっつって、おでんの材料買ってきてくれないって。いや、じゃあ俺別におでん作っとくよっつって、仕込んどくよっつって、明日食べれるようにっつって。やっぱ一晩寝かさないとダメ。うん、一晩寝かさないと大根はダメよな。うん、うまいと思って食ってるけど、やっぱ中白いもん、中白いもんな、あの初日の大根。牛すじな、だって牛すじ買うので2品目増えんだもん、買わないよ。物価上昇が憎い。トッシー何の種が、いやでもそんな話したことないかもしんない。ちくわべも結局その入れるよ、なんかちくわぶは結構なんかそのうまいっていう派閥が出てきたから、最近1日目のちくわぶ全くうまくないっていうか、すいとんじゃんっつって。まあでもわかんないな、わかんない。いや、うまいけど、もっとうまい食い物ない？わかんねえんだよな。なんか間違ってんのかな俺。ちくわぶはいやうまいよ、そりゃ染みてるし。
ちくわぶの本気は最低でも半日できれば、いやだから1日経ってるって、もしかも火入れも2回してるって。でもやっぱからしだよね、おでんと。俺全然好きじゃなかったんだけど、肉まんでコンビニで買うなら肉まんでいいだろっつって、コスパ最強だろとかっつって、すれたガキだったんだ俺。おでんうまいなって思うの、ほんとからしがうまいなって。俺和がらしがマジで意味わかんなかったからね。うちの父ちゃんとか漬物ももう和がらしと醤油ぶっかけて食うしさ。和がらしってな、マスタードは好きよ、マスタードは好きだけど、和がらしってよくわかんねえなっつって。からしだよな、毎回むせるひろたつって。からしが本当に35超えてから一気にうまくなってきて、俺の中で特に卵よな、和がらしってマジで納豆とおでんぐらいしか使わないなって。あと何、何あるか和がらしって。うめえ。35でからしに気づくおじ。なんや。もう、もう、もう。うん。酒飲む飲まないもあると思う。でも俺は酒飲まないからね。うん、あ、シューマイシューマイ。からしもコーヒーもいける舌になったのよ。からしってもの、ほんとただ辛いだけやんみたいな思ってたんだけど、あ、待って、酸味、酸味もあるし、ちゃんと甘みもあるみたいな。あれ、からしって、鼻にツーンとくるだけの、なんかその、じゃないぞみたいな。もうどんどん行こう。トマトはちょっとおかわりまでと、もうちょっとトロトロにしたい。もうちょっとトロトロにしたいから、じゃがいも行くわ。マジでじゃがいもがもう昨日の時点で傑作だったから、もうやばいんすよ。マジで、ちょっと待ってね。え、火通ってないってことある？安くん38歳になってもコーヒーが飲めないし、コーヒーが読めない。うん、あと1年様子見ようか。普段コンビニ行くか行かないでおでん食う機会全然違うだろうなって。まあでも俺もちゃんとカウンターで、そんな高くないんだけど、おでん食える店で食べた時に、それこそトマトとか出てきて、あ、おでんってうまいんだなっつって、でからしめっちゃ合うんだなおでんにっつって、いやカチカチではないけど、メイクインって本当に煮崩れしないんだね。でも俺昨日食ったやつ結構煮崩れちゃったから俺食ったんだけどな。メイクインでもあんのか、たちが。ビジュアル優勝、ジャガイモって感じやなって。でメイクインはちょっと中までも超旬でる、中まで超旬でる。だって男爵の倍とは言わないけど倍近くすんだぜ。だって1個100円とかじゃない？だって3つ4つだ。4つ何個したん、いくらしたんだっけな。300円超えてたもんな。からしもこれ絞っといた方がよくね。ニコニコのじゃがいもがじゃがいも紹介してるっつって、滑る。
ダメだ。うまー。うめー。ジャガバターもいい。でもジャガバターは別に男爵でいいじゃん。メイクインはさ、やっぱ煮るんだったらメイクインがいいよね。うまい。で、今度ちょっとだしにつけてな。割って出汁につけてくるのよ。うん。まあ、うん。食べる直前に入れなきゃダメだろうけど、すぐグズグズになっちゃうから。まあコロッケなんかは何のあれもないよね。うん。でそもそも。揚げ物入れんのとか言う人いるかもしれないけど、いや、さつま揚げだ、油、その、餅入り巾着だ、厚揚げ入ってるだろ、つって。おでんじゃがいもってもともと関西なんだ。ちくわぶより全然古いね。ちくわぶより全然古いわ。だってそのじゃがいもどこで取れてるか言ってみろ。その大阪でおでんにじゃがいも入れるっていうのがあれだけど、どこで取れてんだって話。大体北海道だろ。大阪より福島が近いわ。北海道。まあそのないところもあるし、一概に言えないけど1位かもな、おでんの具ランキング。だからロールキャベツとか言うともう行きじゃないじゃん。俺は生きかどう、生きなのかどうかっていうのをめちゃくちゃ意識するようになってるから。いや、うまい。味的にはロールキャベツだろうよ、食感とか。うますぎる。トマトはでも待って、ほんとこれさ、火入れるとさ煮詰まっちゃうからさ、ちょっと次の追加してからトマトいくわ。うめえ。いや、焼きうどんにポテサラは一周待って行きだから、あれは。コンビニおでんはいろんな具材を取り入れてくれてるからいろいろ発見できる。今年は近所のセブンで取るタイプのおでんは復活してた。なんかやっぱコロナの影響でなんかやってないとこも結構多かったよね。でもおでんはやっぱひろたけがあれなのかな。おでんって家で作るもんだわ、ひろたけは。今は物価上昇で高えな、おでん。まあ量が、仕込んだ量が量だからね。4,000円もかかるのかとか思ったけど、確かに。だってうちのおでんとか広田家のおでんとかはマジで具材の種類はなかったもん。めちゃくちゃ大量にはあったけど、卵大根厚揚げ、ちくわ、さつま揚げぐらいじゃない。あとこんにゃくか。そう考えると多分楽だし、食費が結構浮いてたんじゃねえかな。おでんはね、マジで一冬に3回ぐらいおでんだったから。子供の頃は家でおでん鍋仕込んでたけど、社会人だったらコンビニのを食べるようになったのだ。一人だとな、一人だとね。まあでもそんな別にあれ、カレーと一緒で別にその余ってもいいじゃん、次の日食えばいいんだし。トマトはまだ、はんぺん、
とソーセージだよね。その俺がその小学生とか中学生の頃の家で作るおでんにうちの母ちゃんにソーセージ入れるとうまいよって。ソーセージはだってだいぶ大人になってきてからだぞ。あのウインナー巻きが先だわ、ソーセージよりも、うん、まあウインナー巻きがありならもうソーセージ入れちゃってよくないですかっつってこっからおでんのポトフ化が始まったんだよ。ソーセージ入るのはポトフだったかなっつって、うん、まあマスタードみたいなもんだから合わないわけねえんだよね、ソーセージに。うん、あと俺の大好きなクラシルのなんだっけ、あの和食の人、あの人はやっぱり燻製の風味とかもそのやっぱり旨味なんだって。うん、豚の美味しい油と燻製の風味をスープにエンチャントさせるから美味しいよねっつって、うん、ソーセージ、まあ、ベーコンでもいいんだろうな。うまあとおでんのやべえな、無限に食えるとこだよな。やっぱあっさりしてっからよ。かまぼこはいいとこに行くと入ってんね。だから俺お店で食った時はかまぼこ入ってた。うん、かまぼこ入ってたね。うん、だからすげえ和洋折衷な食い物で、和食ではねえのかも、もはや。もちきんちくわぶ、うちもちくわぶはいいかな、ちくわぶは2個でいいかな。ちくわ、東京のおでんで有名な店行ったら豆腐が美味しかった。いやだ、豆腐とかはやっぱお店じゃない。あんなんなん煮崩れんのはさ神経使うもんね。もうあの厚揚げでいいってなっちゃうもんな。うまいだろうけどさ、ソーセージ無限に食えんな。結局おでん食ってもソーセージがうまい。そのうち焼いたソーセージ入れ出しそうって。もういいんじゃない別に、うん、ちなみに全然ちくわは俺したかいごめん、うん、ちくわもちくわぶもそんな俺まだ良さ分かってない。うん、だってさ、だって魚菓子揚げとかさ、それこそさつま揚げも今もういろんな種類あるじゃん。エビのやつとか、俺は今日は玉ねぎのやつだけど、ちくわどうな、ちくわめっちゃ好き、ちくわじゃないとって人いる？だって原材料は煮たり寄ったりなわけで、さつま揚げと、うん、いやもうはんぺんとかの方が好き。練り物 NG、 いや練りもっとうまい練り物がおでんのもう定番になりつつあるやんって。ただ今日は TC が食べるからやっぱもうおでんらしい具は一応入れといた方がいいなって。ちくわだから俺多分前回のおでんの時とかちくわ入れてないはずだよ、うん、ちくわも最後におでんだし吸うためのストローだよっつって。いやちくわはなんかおでん以外にも輝けるやん。ちくわは磯辺揚げが一番うまいからな。うん、ちくわは青のりまぶして天ぷらにするのが一番うまいから、あれがもう最強の食い方だから、なんかおでんぐらい、もう俺はもうおでんのレギュラーメンバーですみたいなさ、うん、
大体5番手ぐらいには絶対出ますみたいな立ち位置だけど、ちくわって、うん、ちくわは腹ため要因ネリスト。いやストローわかるけど、ストローわかるけど、いや持ち入り建築はもう月並みだけど、でも本当あれじゃない、1位の人多いんじゃない、まあやっぱりなんかこう手込んでるもんね、うん、うわ声優の持ち入り巾着椎茸入ってる、椎茸の煮たやつ入ってる、うまっ、昭和おじたちに刷り込まれたおそ松くんのちびたのおでんよな、赤塚先生の講座だって俺こんにゃくはエース級に好き、あのね白滝とこんにゃくだったらもう ぶっちぎりでこんにゃくなんだ、うん、白滝もあのまとめてるやつ、あの切って、いやあのそうめんスタイルで食うけど、こんにゃくだな、こんにゃくもおでんが一番輝くんじゃない、あるこんにゃく一番もうこれだろっていうメニュー、おでんの気がするよこんにゃく、うち大根とこんにゃくいいな、大根とこんにゃく好きな人は太る心配ないね、うん、うめえ、これはちょっとおかわりっすね、これは全然足りん、鍋土鍋一杯では全然足りんね、うん、もう繰り返しになっちゃうけど、ちょっと入れとこ、もう全部取って、うちも大根とこんにゃくに味噌つけて食うのが最高、日本酒もあるぞなおよしって、そう俺今日味噌用意してないよ、味噌用意してないとかがやっぱり隙があるよね、新海誠にはなれないんだ俺は、いつもなんか忘れんだ、からし買ったし大丈夫っしょっつって、味噌ねえんだわ、うんうん、しかも俺あの甘い味噌よりも俺は生姜味噌のが好き、生姜味噌のが好きね、あのおでんの付け合わせでよく出てくるやつだったら、最悪一個ずつ残しとけば、最悪具材一個ずつ残しとけば大丈夫じゃね、じゃあ丸高屋でスープだけもらってこいやつ煮詰めて、じゃがいもマストだね、あこっちのがいい、こっちのがいい、ひび割れてて、こっちはねなんかひびが割れてるから余計に煮詰ま、あの汁は旬でそう、いや TC のおでんだけど、 TC はそんだってあれだよ、その検査前で一日断食してるからそんなに量食えないから、TC は最低限だけ親孝行と、あ卵だ、えこれ卵ラスト、あそうか俺2個食った、俺3つしか入れてない卵、卵ないな、まずいな、卵はダメだな、大根いける、大根またもう一個ある、うん、断食焼けの常温包丁で持つ、いやいや常温で放置するのがうまみ増すんだから煮込み料理なんで、えおでんってあんなに仕込んでこんな一瞬で終わんの、コスパ悪っ、
おでんコスパ悪っ。卵は刺す。卵大根はだって、大根は2個ある。餅入り巾着も1個ある。こんにゃくも1個いけんな。ちくわ。その鍋で卵を3個。たわけじゃん。パックいけよ、つって。行きゃよかったパック。あんなにあったのに、もう全然ないやん。もう全然なくなっちゃった。卵は一人2個は食いたいよねって。俺今何個食った？2個食ったよね卵ね。大根も2個食った。これ以上は親への愛情を疑われるぞ。このぐらいだと多分土鍋に盛り付け直せばいい感じになるから、ソーセージあともう一本。卵でどんだけ。いやこれはティッシュです。まあ、ティッシュ絶対こんな量食わないけどな。鍋逆だったなっつって。いやスカスカ、このままだとスカスカだから、俺一回これ洗ってこっちに移し直すから、そしたら見栄えはいい感じになる。いやー、やっぱ貴族の食い物だな。そう、俺コンビニとかでおでん買わない理由もそうだもん。貴族の食い物だべっつって。パンとカップラーメンでいいじゃんっつって。1000円、マジで軽く1000円いくやん、コンビニのおでん。さつま揚げ、マジでさつま揚げはいろいろあるけど、玉ねぎのやつにしな。入れてすぐ食ってもその玉ねぎのシャキシャキ感味わえてうまいし、煮込むと玉ねぎ超甘くなってよりいいし。だから今日、迷ってさ、俺はほんと魚菓子揚げもすげえ好きなんだけど、魚菓子揚げはまあ言うて厚揚げとちょっと守備範囲かぶるから玉ねぎ揚げにしようっつって。コンビニの全てが高い。薩摩のごぼうのやつ地位低いよなって。ごぼう巻き地位低い、確かに。うん、あ、ほんとだ。俺野菜薩摩は結構好きだけど、中位ぐらいだけど、ほんとだ。ごぼう店は俺結構下の方かも、ごぼう好きなのに。いや、ごぼうもおでんじゃなくていいやん。ごぼうは牛肉としぐれ煮みたいなのが一番うまいから。ごぼうそれか、あのフリッター。ごぼうは天ぷらだよな。天ぷらっていうか、まあ、フリッターにするか、牛肉としぐれ煮した時に一番やっぱ輝くから。ごぼう巻きうまいのにって。あー、でも出汁は出そうね。出汁は出そうだな、ごぼうって。うちもごぼう巻きは最後まで残すんっつって。まあお子様なんですよ、まだ味覚が。相対的にやっぱ卵とか大根とかその定番系が上位に来るっていうのはそういうことなんだろうな。うん、アベレージで高い。
もじゃがいもだな。今んとこ1位じゃがいもだな。ってなるとやっぱじゃがいもってあれだな、あの欲張りだよね。いくらでも輝いてんじゃん。なんでおでん村に来てもティアワンかっさらってくのかよみたいなさ、もう何に入れても強いじゃんじゃがいも。うちおでんはごぼうがメイン。珍しいんじゃない、でもメインの人は。グエルストンは完全なるエコっつってグレタさん、正解が SDGs の正解見つかったよっつって。いや、じゃがいもはうまいね、うますぎんね。うん、安くてうまくて手に入りやすいの主語っつって。うん、まあまだな、ちょっと待たないと。見習えよマックって。いやでもじゃがいもはメークインを久々に食ったから、メークインってこんなうまかったっけって感じ。カミストロもう余裕で体験してるわ。だからこの前マックでカミストロを初めて当たってマジで失望したもん。薄味の主張弱い素材が、いやだから結構素材の味まんまのやつな。うん、まあまあ今日に関してはロールキャベツが1位っていうのダッサいんだなマジで。ポトフ食っとけってなるやん。だからねトマトがやばいっす。俺店で食った時はあの皮のまま入ってたんだけど、注文してから入れるのかな、その出汁をなんか多分違う鍋に移して多分やると思うんだけど、あの出す時はあの皮湯むきしてくれ、湯むきってかあの剥いてくれて。トマトめちゃくちゃうまかったんだよね。まあそのトマトのあれにもよるけど、もういいんじゃない？クツクツ言ってきて、でこれで火止めないでトマトにあれ入るからちょっと火弱めて、うわ、わかん、食べ時がわかんないマジでトマト。え、もう大丈夫か？結構ぐちゅってるね。玉ねぎがさ煮えてる、これ。玉ねぎも俺なんか丸々入れもう切んのめんどくせえっつって丸々入れちゃったんだけど、え、通ってない？ちょっと待って、箸は入んないね。すんごいもう半透明ぐらいになってんだけど、トマトに粉チーとオリーブオイルぶっぱあるっつって切り込み入れないとダメか、やっぱり。いやだってこれ計6時間ぐらい煮てんだよ、弱火で。あー、なるほど。まだですね。いや全然多分食べれるけど、食べ時はもうちょい先だね。野永シェフもおでんには隠し包丁、いや入れたけど、玉ねぎの隠し包丁はさもうバラバラになりそうじゃん。そう、野永さんな。うん、これはこれでうまい。うん、
これはこれでうまいよ。あのそのさつま揚げの玉ねぎはもう完全にとろけちゃってるから、うん、味は染みてるよね。そう、旬でるから、なんか旬でてシャキシャキだから、むしろこれか、こうし揚げのが正解なのか。でもやっぱ周りはとろけてるぐらいがうまいよな。そう、ポトフだったら最高の仕上がり、ポトフに入ってる玉ねぎだったら最高の仕上がりよ。このぐらいよ。うまっ。あ、そっか、串刺したりすんのか。玉ねぎもその昔行ったおでん屋さんで丸のまんま出てきて、まあポトフやんとは思ったけど、あ、めっちゃうまいなっつって、そこはもっとトロトロだった。形残ってんだけど、形は玉ねぎのまんま残ったんだけど、もうスーッて箸が入って、もうジュックジュック、ってなるとやっぱもうあと数時間だな。うちはスーパーで298円で買った日霊の五目チャーハン半分を昼飯にしました。150円だからコスパでは勝ちました。まあでもいいじゃん別に。普段からこんな食生活してない俺も、日霊のチャーハンとかだって、普段は。うん。待って。この玉ねぎとじゃがいもとソーセージを一緒に組んだらもうこれポトフだぞ。待って、ポトフの味になると思う。うん、ポトフだ。うん、まあそもそもうちの母ちゃんはめっちゃポトフ好き。まあ作るの楽っていうのはあるだろうけど、あの作り置き聞くし、だからそういうのもあんだろうな。だからうちの母ちゃんもその全然あの料理は全然支障ないから、立ってるのは全然問題ないから、あの毎日あれ料理してるけど、やっぱりその作り置きできるやつが多いもんね。じゃがいもトマトソーセージってさつってで、キャベツ入ってたらポトフだね。キャベツと人参入ったらポトフじゃね。うん、残んないだろうな。玉ねぎと、うわやった、うわやった、俺じゃがいも食っちゃった。じゃがいもこれラスト1だ。待って、切ればよくね。いや、これこのじゃがいも1個まるまるは TC はにはちょっと大きすぎるって。こんなだもん。あくまでもささやきたなっつって、いやだって芋がめっちゃうまいんだって。ほんとにだからもうさっきの玉ねぎマジで崩さないで切る方が難しいぐらい。飢餓の悪魔ヒロタツ。はい、これでもう全部あるから、コンプリートおでんだから。
めちゃうまい芋は半分強奪もつって、大根こんにゃく卵1個ずつ残しとけばいいだろうつって。食べますよ、トマトいいんじゃない。トマトいけんじゃない。うん、こんな感じだってなんか自然と皮がむけてきてて、なんかその出す前にむいてくれたんだけど、まあ俺はそのまま食っても、あ、やばいね、これはやばいね、もう見るからにやばいね。いや、T シャ結構食うのよ。だって俺を産んできた、俺を産んできた年齢の割には相当食うと思うよ、TC は。うん。もういいな、止めて。もう、おでん串にぶっ刺してもらったら、それ3つじゃん、具材。具材3つやん、それ。こんな感じでした。こんな感じでした。店で食ったトマト。で、めちゃくちゃ熱かったんだよな。いただきます。もうさ。うまいのよ。熱を通したトマトが一番うまいから。ソーセージ食いたくなる。あれ、なんかソーセージ食いたくなるな、トマト食ったら。ポトフやん。うん、全然皮なんて剥かなくても全然関係ない、食感が悪くなるんでみたいなこと言ってた気がするけど、いや粉チーズないもんな。ポトフでいいよ。しかもポトフ大根入れたりもするしな。おでんの具がトマトとか玉ねぎとか貧困が理由なんだろうなって、ね、そういうことでもなさそうだけど。いや貧困じゃないよ、だってトマト1個で178円すんだから。うん、まあ、おでんの息を出たのか、そのそれはポトフがあれじゃない、あのおでんより上の食い物、高い食い物だったらの話じゃない。バジルとオリーブオイルを頼むつ。なんだろう、だって俺粉チーズはないな。なんかあったかな。いや俺その店では別にそのトマトだけだったよ。うん、うん、これ辛つけてみるか。そこにコンソメはある。コンソメあるけど大丈夫、それポトフや。うわ、からしも合うんだね。だってこの果肉がスープに溶け込んでるから、うん、完全にポトフだね。パセリと
かいらねえんだな、コンソメとかパセリとかいらねえんだな、ポトフって。うわ、だしもうまい、ちょっと酸味が加わって、うん、でもこれ以上煮込んでるとやばそうだったね。これ以上煮込むとなんか崩れ始めそう。いや本当だよ、うん、トマトラーメンとか流行って、いやだからちょっとなんていうのかな、木をてらった感じあるけど、まあ科学的根拠には基づいてるよな、アミノ酸だしな、トマトなんて火通すと。なんかいやすげえこう満腹にはなってきてるんだけど、満足感がないね、満足感ねえわ、金かけた割に。美味しいしもう最高なんだけど、やっぱこれ酒の飯として食っちゃダメだよ。おでんは酒飲む人がちびちびつまむぐらいがちょうどいいんだよきっと。なんかゴールがない、ゴールがない、マジでずっと食えるから。鍋は一応ほら締めがあるじゃん。おでんって幸福度いまいち上がらないねって、うん、なんかめっじゃ食ってる最中美味しいか、美味しいんだけど、このやっぱ食べた後だから、食べた後うー食ったーっていうの時がピークだからさ、俺はなんかずっと食ったずっと食った気しない。いやでも酒はちょっとたしなむ程度に飲むようにしてる。米食ってもよ、ご飯ちゃんは一杯ぐらい食ってもよかったんだな。今のうちの米はクンミーからもらった、あのめっちゃなんかなんつったかな、なんかそのブランド、ほんとブランドの美味しいお米なんだって、コシヒカリ、うん、だってあのクンミ俺にどうしても食わしたかったんだろうね、あのビニール袋に入れてきてたから、あれ1キロぐらいかな、1キロ2キロないぐらいをビニール袋に入れて、これうちでもらってすごい高級なその料亭とか割烹で出すお米、ブランドのお米なコシヒカリなんだけどとかつって、もう感動するぐらい美味しいからちょっと少ないけど食べてとかつって、いや米はそのもっと大きい袋でくれるんだけど、あのくんみ、うん、魚沼さんなのかな、いや今魚沼さん以外にも、うん、本当にうまい米ならこんな出しかけなくて一口食えばよかったんじゃない、レンチンだとしても。だしぶっかけて食べたよって、うん、うまい米なら底辺飯じゃないじゃんって。いやその違いがわかる、だって郡山の福島の米どころだから、そんなうまいぜ、いつも普段食ってる、うちは一目惚れだから。コシヒカリは久しぶりだけど、
こうじゃ今度しつくカフェ連れてってあげなって見る。くんみがどういう仕様で持ってきたか見る。多分あるよそのまま。だいぶ減ってるけど、だいぶ減ってるけど、この状態で持ってくる米やばくない。この状態、一応紙袋に入ってたよ、紙袋に入ってたけど、この状態で米持ってくるってやばくない。で母ちゃんが炊いて食ったらもうめちゃくちゃうまいとかつって、コウ君食べないよとかつって、いやいいねじゃなくて、まだ食ってないのに、まだ食ってないのに出しかけちゃった。あとなんか粒がしっかりしてる気がする。だから配給ちょっと笑っちゃったもんね。配給かよっつって、うわうまーい。あ違う、米はわからん。いや結構薄口だと思ったけども、だもううまみやばいから、だからこれがやっぱ結局タコとか高えなと思ったけど、入れた甲斐があるんだよこれ。うわうまっ。青ネギね、青ネギとごま散らしたらもう完璧だね。でもやっぱちょっと歯ごたえがある気がする。でもそれ炊き方じゃない。炊き方じゃない。だから普段食ってる一目惚れもそんなまずかないからさ、うまいから東京の飯屋とかで米食うと、あとまずいってこういうことかみたいな思うぐらいには普段食ってる米うまいからね。愛情が詰まってるよって、このさ出しかけご飯みたいなのを一番うまい食い、俺前これ前も言った気がする、この雑炊とか出しかけご飯の一番うまい食い方知ってる。な小ネギを散らすとかごまふりかけるとか柚子胡椒をちょっと足すとかじゃねえんだ。日本昔話の冒頭を思い出す。日本昔話のいろりでなんか米をさ出汁でふやかしたみたいなのをチャカチャカチャカって食ってんじゃん。あれを想像しながら食うとうめえんだ。ないしは一休さん、いやメンチで食ってもうまいだろうけど、日本昔話の冒頭のあのいろりを囲んでるシーンとかでよく食われがちの、北関東福島って。米を買ってる時だけは東北だから、冬山で小屋で食うシチュー。あれもうまいかも米も、だけどなんか粒がしっかりしてる気はする、あくまで気がするだけだけど、あやっぱ米食うと違うな。少量でもやっぱ米食うと全然違うな。あのお茶ぶっかけて雑に茶碗一個しかない飯シーンなっつっても、ちょっと茶碗欠けてたな。ゲームに例えるなら、ジローはロマン審査が、HP 回復しながら、LP 減ってる気がするよ。ジロケイ、ジロケイ、ジロケイ。ジロケイ、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 ジロケイ。